皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのトシです。今日は静岡県高校の生徒募集計画が発表されました。そのことと、あと中学3年生の三者面談ですね、進路を決める三者面談、これについてお話します。静岡県内の2024年度高校生の生徒募集計画が発表されました。内容はまず、公立高校は全日制では1万8010人の募集、この人数は昨年と比べて定員を23学級、人数にして980人減らすと、こういう内容になっていました。また定時制の募集は1280年、定時制は新しく24年度開校の富士の国国際、この高校は春季で128人の募集、秋季の32人の募集と、ね、2期に分かれての募集になっています。公立に対して私立高校はどうかというと、私立高校は全日制で1万1640人の募集と、通信制で860人の募集、このようになっています。で、通信制新しく取り入れるできる学校ですね、2つあります。沼津中央高校と飛龍高校です。で、飛龍高校については私は説明会に参加しましたので、この通信制どんな、風になっているのかというのはまた別の機会にお話します。では次に、進路を決める三者面談ですね、これについてお話します。県内の公立中学校では現在中学3年生に対して進路希望調査、これが行われています。これが三者面談の時、進路指導に使われます。三者面談の内容なんですけれど、11月の定期テストまでの成績、簡単に言えば2学期までの成績、全国規制の地区では、12月の上旬に11月テストまでの成績をもとにして、高校受験用の成績がつけられます。この成績と県学長の結果、これを参考にして学級担任の先生、保護者、生徒本人との三者面談が実施されます。そこで高校受験の進路指導が行われるわけですね。例年県全体でなんですけれど、公立高校を第一希望としている受験者、受験生ですね、受験生のうち約3000人前後、この人たちが私立高校単眼に進路を変更しています。今年はちょっとね、募集人員を減らしているので、ね、1000人近く減らしているので、人数は多分この3000人より減ると思います。まあ厳密に言えばこの三者面談が最後の進路決定ではないんですけれど、ほとんどの受験生の進路、これはここで決まると考えていいと思います。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。